今回はモンストの年末年始のガチャを引いていこうかなと思います。で、良いキャラ来ていただくためにタンポポ軍隊作ってきました。まあ、これでいいキャラ来ていただくことを祈ります。で、今日は12月29日やってきてるのがオンリーアルファと今年最後発言確定ガチャですね。この二つを引いていこうかなっていう感じ。ただ、明日振り返りガチャがやってきて、それで星玉をね、私後半の振り返りの方に星玉調整したいんで、ちょっとサブ機の方は、片方だけ、発言確定の方を引きます。で、メインの方は、オンリーアルファと今年最後、まあ、両方引いて、振り返り前半の方を引こうかなっていう感じだね。約も1体しかいないんで、ここで引いておきます。そして、まあ、そんなわけで、こっちの、まずは発言確定ガチャから。まあ、内容としては確定枠で発言が出てきますよ。限定も全キャラ混じってるんで、運のいい人は限定出てくるかもね。でも、工場も対象なんで、工場ばっか持ってないよっていう人は、そんなに旨味がないガチャみたいな。まあ、詳細なのは昨日解説動画出したんで、そちらを見ていただければと思います。で、私、シャルルマーニュ実はこれ引いてないんですよね。ベストワンとかでも、サブ機持ってるからってことで後回しにしてたから、これをね、引きます！で、確定枠は最後だけ。それ以外の部分は、普通にすり抜けでなんか出てくる可能性が全然あるから。ほい。これで確定、あ、いや、ある！え、これで確定、いや、発言限定確定か？いや、そうよね。これで、右から2番目の端末、期待値高いよ。はい、はい、はい。で、止まるか？来たー！ここで止まったってことは限定でしょ。チン持ってなかったっけー。なんかこれ昔ベスト1とかベスト10とかで遊びで、そういえばチンさん持ってねえ、へへみたいなこと言って調整した気がする。で、メインは、いや、エビ天は熱い。なかなかグリーファンって引かないもんね。で、残り2つは工場だね。テュールとクロッカスさんか。いやー、血を見ましたね、私の。死体を見ることになるぞ、私の名みたいな。いや、そんな感じ。で、残りはなんかどういうの出てる？で、結局メインが、エビ天出たのはすげえ熱いね。で、上張り。で、サブキはチンさんだけ。で、残りは、まあ結局、発言なのは確定枠だけなんで、それ以外は普通に出てくるから、まあ、工場ばっか出てきましたよ、みたいな。そんな感じ。正直、勝利って言っていいのか、まあ、微妙だったか。まあ、ちょっと、まあ、神所持の限定を埋められたかな、みたいな。まあ、そんな感じっすね。じゃあ、はい。で、サブ機の方は、まあ、限定ガチャはもうこれ、明日の振り返りに備えておきたいんで、このまま引いちゃうと前半で振り返りの星玉紹介しちゃう。で、オンリーアルファは、これ、メインの方。持ってないアルファは私ちょこっといるんですよね。ボパソアルファと、フーライアルファと、そろそろゲットしてもいいフランクリンアルファ。まあ、これのキャラ3体をどれか出します。別に未所持確定じゃないんで、何がないけど、まあ私出しますよ。で、アルセーヌアルファとかも熱いね。ちょっとアルセーヌそろそろ私運極狙いたいから、アルファとアルセーヌで分けたい。はい！アルセーヌアルファ。それ以外未勝利。そろそろ私フランクリンゲットしても許されるでしょ。天魔の時は、ちょっと許されなかったもんね。はい！そんな天魔最強キャラ使って天魔勝ってんじゃねえよって怒られたくないから、もう引きませんでした。ただそろそろ引いても怒られない時代が、やってきてる。はい。あ、ベトベンアルファ。止まれ！止まったら！あ、いや、違う！あ、うん、うん。いや、でもこの人、ミカサの声の！いやー、まあ、モルガン陛下の声だからいいでしょう。フェイトやってる人にしか通じない話。まあ、そんな感じで、20連。で、これで明日振り返りガチャで、星玉が、まあ、よほどやらかさない限りは消化できるんじゃないのかなっていうことで、じゃあ明日の振り返りガチャを迎えましょう。さあ、ただいまの時間。夜中の0時超え。振り返りガチャになりたての瞬間ですね。さあ、ここで、振り返りガチャを引いていこうかなと思います。で、星玉もちょっと怪しかったんで、調整してきました。で、内容としては、もう、その、今年の1月から6月に出たキャラが引ける。で、この後に、7月から6月にやってきたキャラだけが対象っていう感じになってるね。で、今回やっぱり、まあ、限定持ってなかったり、工場もなんかスルーしたりと、ちょこちょこ持ってないキャラもいるんで、結構旨味はね、でかいんじゃねえのかなと思ってね。この辺の未所持が、マジで少ない人は、あ、未所持多い人か。未所持が多い人は、本当に新春前だけど、引く価値は、めちゃめちゃあると言っても過言じゃないね。まあ、そういうところで、これを、引いていこうと思います。で、星玉も使うんだったら、ここね、正直他のところで星玉を使うんだったら、ここで使うのが、一番いいのに、じゃに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 ゃ、そうです。それかオンリーアルファ。
確定因数が出てきたら、確定。はい。いや、ダメか。突き抜けたりとかすると結構激アツそうな気がするんだけど、あとここで星玉キュピンとか私見たことないんだよな。今まで何年もやってるけど。そして止まったら結構熱い。来い！止まれ！よし、OK！ まず来ました！誰が来るか！来い！よし！ OK！ ハメパイはいいしょ！誰これ？アストルホ！まあ。いや、こんなんか最近フェイトはちょっとフェイト関連のキャラ出てくるから。で、誰が来るか！来い！あー、だ、ルナチュ、ルナチュか。タルイン&ルナチュだったっけ？まあ、というわけで、とりあえず限定は出ませんでした。でも結構ハメパイが出てきたのは熱いね。ただこっちの方は、まあいい結果ではないかな。ただ本命はこっちよ。こっちがね、かなり激アツなんですよね。対象キャラがかなり少なくて、限定もしっかり認みつくにとかギルティとか、まあ強かったり属性限でなかなか引けないキャラ。で、工場もヒヤシンスとかスノドロさんとか結構いるんで、なかなかね、当たりの工場キャラも揃ってるんですよね。で、あの、アルビーとかも最近ママゴアシとかで刺さったりとか。で、ワンチャン今度のロバーとかで使えそうなキルユアとか、結構いいキャラが揃ってる。マジで未所持多かったら、かなりおすすめ度高いっすね。さ、これで星玉を、まあ、よほどたくさん出ない限りはこれだったら溜まるかな。で、マギアを出したい。そろそろ私、ホーサーで、はい！あとは認めつくに、秋おじさんか。秋おじさんもちょっともう一体ぐらいは持っといて、接待役としてやっておきたいもんね。パワー型の線形ソルンシュと、はい！激死短衆が揃えたい！確定！いや、ダメかここで出てきたらマジ激アツなんだけどな。ここから入れる確定本当に実装してほしいな。お！よし！いや、でも、モンゴルフィエもかなり熱い！来い！やつ姫！工場か！頼む！うわぁ！持ってないけど工場ばっかじゃねえか。運営さんのことだから多分これしっかり均等にしてくれてると思うんだけどな。いや、この時期のこの工場12月前半だったからね、ガチ無視した。うわ、確定枠使う。おぉ、やい！いや、熱いっす！ヒヤシンスもまあ天魔8で強いから熱いっす。いや、やい出てきたのはめちゃめちゃ熱い。そして、多分これは星玉消化までいってるはず。だから、ここで星玉を使うと、さっきの、これらの対象キャラが誰か出てくるから、めちゃめちゃ熱い。はい！頼む！キュピってもいいよ！来い！ま、さすがにキュピールなんてそんな都合のいいことは起きないか。チャージしない、外！出ない！逆回転！2回転！首かしげろ！くそ！頼む！水戸明夫おじさん！明夫来い！うわぁ！いや、かわいい！かわいいから、まあ、いいでしょう。はい。いや、でも、アルビレオとモールス、まあ、モールスはとりあえず、ちょっとポテンシャル高い工場みたいなポジションだけど、まあ、刺さったらマジでやばいからね。あの、地獄楽の、サギリと合わせて接待される可能性も全然あり得る。まあ、そんな感じだね。でも、とりあえず、ちょっと、夜中0時直後はあんまりなんか、気が良くない気がする。というわけで、もう片方メイン残ってるけど、そっちは、寝て起きて引きます。ちょっと一旦乱数調整してくるわ。おやすみ。皆さん、おはようございます。朝の8時56分ですね。起きてから5分経ちます。というわけで、乱数調整してきて、いい引きができるんじゃないでしょうか。じゃあやっていきます。で、こっちは前半で、ヤクモを出したい。ヤクモ結局1年間超重限定とかで引いてきたけど、新春からまるで成長して、新春で一体引いてから、はい！何も成長できないんで、ここで、とりあえず一皮むけておきます。皮だけに。はい！ 3! で、あとは皆さんに、振り返りガチャはいいガチャなんだよ。お！なんか今すごいキャラ見えた。振り返りガチャはいいガチャなんだよっていうところを皆様に、いや、ちょっと示しておきたいね。ほら！アルスラーラとサトゥルヌスと、本当に！ちょっと待って。これ天国と地獄みたいなものを見せつけてるような気がする。いい引きした人は左みたいな。私たちは右側ですよみたいな。ツイッターで見る人たちは左みたいな。で、まあ、星玉。はい、キュピ！やっぱこれキュピ見ねえんだよな。ここに限った話じゃなくて、なんか一回限りのガチャで星玉調整しても私キュピったこと一度もない気がする。多分お、おー、いや、一ヶ月ずれてる、こいつ2月のキャラ。ヤクモは1月なんです。で、振り返り後半。で、こっちはもう、水戸光圀公とか、全然持ってないんで、4体出てきたら多分星玉たまんねえけど、まあ、4体も、
振り返りガチャで同時に出ることなんで、まあまあまあ怒んないでしょ。はい。ここで星玉たまんなかったら明日のオールスターで、おー来た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 、今瞬きしたでしょ。いや、これなんか SNS の天国の方が左で、私たちの、それに釣られた人が右側になってるみたいなパターンないですか、これ。いや、秋王子さんちょっとやっぱもう一回欲しいんだよな。頼む、秋王かい、お、お、これ隠せなくて現実、え、あ、いや、やっぱ釣られた人と、SNS の天国と釣られた人の地獄を見せ、いや、でもこっから、まだ星玉が残ってる。しかもこっちは左は、SNS 用アカウントだから、いや、これで、神引きを見せますよ。はい！いや、マギア出てきたのでけえ！でも、新春で多分マギアめちゃめちゃ出るんだよな、私の予定では。5体は出す予定だから、ほい。お、モスコミュールいいんじゃない？いや、ダメだ。進化してるモスコミュールだったら結構当たりだったんだけど、進化前モスコミュールは普通なんだよな。レベル1のモスコミュール作りてえなと思ってるけど、いや、なかなか作れるタイミングないね。まあ、そんなわけで、こっちが、SNS 側、SNS で見せつけてる人。それに釣られた私たちが右側ってことで、皆様は天国か地獄、どっちに転ぶのでしょうか。頑張ってください。終わりました。ごきげんよう。